スカイドリーム福岡とエバーグリーンマリノア上空より、スカイドリーム福岡とその周囲。奥側の小さな観覧車が、スカイホールスカイドリーム福岡とは、福岡市西区のエンターテイメント施設、エバーグリーンマリノアで営業していた観覧車である。アウトレットモール、マリノアシティ福岡に隣接していた、エンターテイメント施設の、エバーグリーンマリノアで営業していた。 2001年12月15日に開業。高さ120.0メートル、直径112.0メートルで日本最大の観覧車であった。運営会社は台湾を拠点とし、海運、航空会社などを展開しているエバーグリーングループのエバーランド。隣接するアウトレットモール、マリノアシティ福岡にも観覧車、スカイホイールがあるため、 大小二つの観覧車が並ぶ珍しい光景で、その様子は双子の観覧車とも呼ばれ、福岡市のランドマークの一つとなっていた。利用者数が低迷したことから、2009年9月で営業を終了した。当初、2009年9月30日を営業終了日と発表していたが、9月27日の朝の点検の際に、コンピューターのエラーが判明。 30日までに復旧のめどが立たないため、そのまま営業終了となった。そのため、実質的な最終営業日は2009年9月26日である。台湾、大中の霊宝楽園に売却、移築される予定である。しかし解体工事中の2011年7月7日に、作業を行っていた大型クレーン車2台と、支柱5本が倒壊する事故が発生。 クレーン車作業員1名が軽傷を負い、周囲の自動車4台が破損した。霊峰楽園への移築は開始されたが、当地では安全性への懸念が報道されている。20分で一周し、福岡の街並みを一望することができた。全ゴンドラにエアコンが完備されていた。また、バリアフリー設計となっており、車椅子での登場も可能であった。カップル限定サービスとして、 ゴンドラ2週貸し切りサービスを提供していた。直径112メートルの大きさは2008年時点では世界3位だった。4歳未満は無料。ありがとうございます。